これから海外に当社のアクセサリーを売るために海外の展示会に出展するのもいいって東証の相談員から聞いたわ。海外顧客や代理店の候補となる方と一度に会えたり、海外の競合製品や市場の動向も直接確認できるわね。よし、決定よ。展示会に出展する。いらっしゃいませ。日本製のデザイン性の高いアクセサリーですよ。いいですね。いくらですか？ FOB 価格や最小ロットを教えてください。しまった、海外向けの値段は決めてなかったな。後日値段を連絡しますね。わかりました、お待ちしていますね。全然準備していないけど信用できるのかな。名刺100枚も集まったけど、買ってくれそうだったあの中東の男性は誰だったかしら。しまった、忙しくて記録してなかったわ。皆さんこんにちは、東京商工会所海外展開コーディネーターの秋島です。ただいまより第8回成果を出す展示会について解説を行います。展示会対応は時系列で考えて3つのステップです。しっかりとした準備、展示会当日の対応、事後フォローと。ただ闇雲に動いても結果は出ません。それでは展示会の準備のことを考えましょう。展示会の勝負は事前準備で大半が決まると言われています。自社ブースに多くの来場者が来てもらうためには事前集客をしっかり行いましょう。国内であれば営業で訪問もあるかもしれません。海外になるとなかなか難しい。しかしメールでのやり取りやズームでのやり取り、さらにはホームページでの紹介、SNS の活用等、いろんなやり方はあると思います。営業をしっかりかけてアポ設定まで行ってください。次に展示の工夫です。英語や中国語での動画の作成や展示物の工夫、五感に訴えるようなことも考えてみましょう。そして次にセールストーク、想定問答を考えたり、1分程度で端的に自社の魅力、商品のメリットを伝える。相手によってはいろんなバリエーションも考えるといったことを想定しながら作ってみましょう。最後に商談に向けた価格設定も考えましょう。最低ロット数量や運賃の確認、物流業者との引き渡し等の確認も行い、取引条件も検討しておきましょう。次は展示会当日と事後フォローで商談に持ち込むです。何よりも一番の出展目的になります。効果を出すためにということで、展示会当日は丁寧な接客、顧客ニーズの把握と自社のアピール、留意点として情報収集が大事なので話しすぎないということを気をつけてください。次にミーティングの実施です。展示会当日、いろいろ得られた生の情報を早速共有をする。想定外の質問にはどのように回答するか、そういうような調整もその場で行ってください。次に現場での顧客分類です。展示会ではあっという間に名刺が集まります。その場その場でお客さんの分類をしておかないと後で訳がわからなくなります。ぜひとも可能性があるのかないのか、 ABC のランク付け等を行ってください。そして最後に事後フォローです。せっかくできた接点からしっかり関係ができるように、早め早めにメール、電話、ズーム等でアプローチをしてください。以上が展示会を成功へ導くための参考例です。最後に最近の展示会の傾向についてお伝えします。最近は大きなディスプレイを持ち込み、動画を使った解説、それから名刺の交換ではなく QR コードによるデータの交換、もしくは SNS を使ったその場での情報発信、これらが主流になっています。
今後展示会出展をご検討されている皆様にはぜひともこれらの点もご検討ください。以上で第8回展示会への準備の解説は終わりにいたします。何かお困りごとがあればいつでも東京商工会所にお越しください。我々がしっかり対応いたします。それでは今回もご清聴ありがとうございました。